時は室町時代、応仁元年に起こった足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱を、瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により、幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込み、歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て、下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんとこぞって上洛を目論んでいた。野望をひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。なあ、信長様、本当にやんのか？ああ、来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方では乱世に飲まれるだけだからな。またざわ負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼馴染の又座こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく五層の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を急襲したのである。信長編第一章、夜明け前、今川急襲。
俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶんどるぞ。かかれ。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。ええもん。またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。人質の退路を立てならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質に追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、ここから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。目障りだ。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。してくれ。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなった。とて無駄よ。目障りだ。壊してくれる。
とて無駄よ。竹の人質を奪おうなど不届き千万、盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。半蔵、すまぬ、無理はするな。壊してくれる。この俺を止めようとて無駄よ。伸び行き兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど、態度を断たれてしまった。ほう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。撃ち取ったぞ。振るはなんだか。信長様の前に敵はいねえな。開門。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。
けとは侮ったか。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。回させ。わしと手合わせをしようか。あたしの獲物発見ね。この俺を止めようとて無駄よ。他の軍を祈るほかない。俺を打つけとは侮ったか。こりゃお見事ですな。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。来てくれて助かったぞ。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。とて無駄よ。
自治の身であれ、モノノフの端くれ、安やすと捕まるものか。いける。ミチ、よく来てくれた。もう、また無茶なことして。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。感謝いたす。この信長こそが天下無双よ。よく従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがあります。ならば義元に勝てたなら、俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ言よ。しかし、座して滅びを待つくらいならば、俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う？なんと壮大な。ですが、私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならば、お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長
様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ利家。信行貴様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のマタザがいる限り誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこった。今川家の人質となるはずだった徳川家康を奪取し、信長は兵を引き上げた。家康を得て三河に楔を打ち込んだ信長は、次なる一手として北に隣接する美濃への侵攻を決断。この頃美濃では剣謀術数を駆使して成り上がった斎藤道三が旧国司を退けて支配の実権を握っていた。マムシの異名を取る道三は信長の父信秀も攻めあぐねた難敵であった。真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断した信長は、弟信行らと共に美濃への侵攻を試みる。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道三を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道三に勝てば織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家。信行兄様が反対してもダメなら、もう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。姫、またそんな無茶なことを。まあ、聞いたか家康、美濃に攻め入ることになったぞ。はい、先ほど私たちにも出陣の下知が。兄上のお役に立つ好機、心して望まなくては。気合入ってるじゃねえか。信長様もお前に期待してるみてえだ。頑張れよ。半蔵、平八、出陣の支度を急いでくれ。なんだ竹千代、随分と張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて、私が一人前の者の筆であると兄上に認めていただかなくては。その意気はよし。とはいえ勝算は五分にも満たぬ。若、くれぐれも
ご油断なきよう。俺のやり方、見してやろう。目指すは稲葉山城だ。全軍進め。まずは手近な砦を奪い足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった剣城。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。わかった。ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武畑きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。この俺を止めようとて無駄よ。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。推し量るならば今が好機。斉藤家家臣、明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか。無作法だ。この石頭は、このうつけは。
俺が切る。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするが、まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございます。若信長様を過信して命を縮めることなきように。一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが、妙なやつよ。織田本陣を強撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやり。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。壊してくれ。東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。ここで斎藤勢を食い止める。織田の本陣に行かせてはならぬ。織田信長、美濃を犯した愚行、死して悔やめ。もしも死んだら悔やんでやろう。俺は殺されても死なんがな。東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。西側の脅威は去ったな。あとは東の敵さえ抑えれば。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ。開門。斎藤勢は焦って砦から出てきた。奴らを掃討し、道三の元へ攻め進むぞ。おお、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよ。勝負いたせ。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。
先ほどから小細工しているのは道さんではなくあいつか。捨ておけんな。不なし、参れ。ここで果てるわけには。邪魔をするんじゃねえ。お前が信長か。評判通りうつけた面をしてやがる。イノシシ面でそう吠えるな。誰がイノシシ面だ。勘弁ならねえ。叩き潰してやる。敵将、討ち取ったぞ。フルはなんだか。邪魔者は覗いたぞ。進め。ほう、なかなかやる。織田信長、ちと興味が湧いてきたわ。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに、織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。味方本陣の危機は去ったようだな。攻勢に出る攻撃、敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道さんの首を取るにはまだ遠いぞ。敵勢は食い止めた。安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。この俺を止めようとて無駄よ。お力添え感謝いたす。
目障りだ。この俺を止めようとて無駄よ。壊してくれる。止めようとて無駄よ。無策で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援が止んだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。そうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。侮ったか。意地は見せたわ。もうよかろう。やはり兄上はお強い。Yeah.
兵の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。開門。この信長こそが天下無双よ。次は勝つ。いずれまた戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずったね。父さんまではもうすぐだ。この俺を止めようとて無駄よ。来たか。お主の器、マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も道山を侮るほどうぬぼれてはいない。総身の力を持って打ち取れ。存外やりよるが、我が城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさかあそこまで道山を追い詰めるとは。ああ、しかし道山はさすがに強かったな。道山に従う将もしかり、面白そうなやつも見たぞ。あの石頭、名は何と言ったか。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの？命を落としてもおかしくない戦だったのに。確かにこたびは際どい戦でしたが、あんな無茶な戦、しばらくはごめんです。そうだな、しばらくは控えるとしよう。頼みますよ、本当に。
美濃より和睦の使者が参ったとか。ああ、その証として織田との縁組を申し入れてきた。道さんの娘を俺に嫁がせたいそうだ。兄様が気に入られたってことなのかな。その縁談受けるつもりなの？斎藤家との縁談がなれば当面の敵を今川に絞ることができる。私は賛成です。うん、この話受けてやるか。破談にしては道さんに恨まれようしな。私も仲良くできるといいな。でもマムシの姫君か、すごく怖い人だったりして。それも一興。信行、話を進めておけ。承知しました。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。敵は本能寺にあり。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。はあ。